浜松市浜北区中瀬に店を構える神楽寿司。新鮮な魚を使った種類豊富な料理を楽しむことができるんですよ。うちのお店は旬のネタにこだわって、いつも季節を感じていただけるような商品作りを心がけています。地元浜松を中心に新鮮な魚や季節に合った美味しい魚を全国から仕入れているんです。どんな丼が人気なんですか？旬丼を選んでいただくことが多いです。わあ、こんなに乗せるんですか？はい、乗せるんです。最低7種類いいネタが入れば、値段はそのままで8種類9種類と増えることもあるんですって。ボリュームがありますね。器からはみ出ちゃってますよ。魚の味を、ね、しっかり味わっていただくために大きく切っております。ちょっとボリュームがありすぎてという声も聞きますので、シャリの量はお好みで小、並、大盛りと選べますので、はい、それで調節していただきます。この日のおすすめは、よく脂の乗った甘みのあるブリ。さらにこちらも冬に美味しいカツオ。もちろんマグロも見逃せませんよね。いや、どれから食べようか迷っちゃうな。さあ、こちらの丼も山盛りですよ。またこんなにたくさん乗せるんですか？今度は魚だけじゃありません。なんと13種類の魚の他に天ぷらも盛り合わせになっているんです。天ぷらまで乗っちゃうなんて、これまた豪華ですね。しかも1080円。お寿司だけじゃなくて天ぷらも味わっていただけるように、ちょっとアクセントをつけて味の変化を楽しんでいただく商品となっております。酢飯で食べる天丼、これもまたちょっと面白いので、一度ぜひ味わってください。さらにこちらのお好み丼、30種類以上あるネタの中からお好みの3種類を選ぶことができる人気の丼なんです。定番人気はマグロにサーモン、ネギトロの3種類。私はサーモンが気になるから、サーモンとあと何にしようかな。サーモンが好きな方は生サーモン、炙りサーモン、サーモンチーズ、もうサーモン尽くしの丼なんかを選ばれる方もおります。じゃーん、私はオニオンサーモン、炙りエビチーズ、カニサラダを選んでみました。どうですか、イチさん。いい組み合わせですね。いや、これどれにするなんて悩むのも楽しいですよね。旬のネタ、新鮮なネタ、産地にこだわったネタ、そういったものをお客様が味わっていただけるように真剣に仕入れて提供しておりますので、そういったものを感じていただけると、はい、ありがたいです。食事はもちろん、お持ち帰りもできるんですよ。お腹いっぱい海鮮丼が食べたくなってきました。